皆様のおかげで、僕もやっとセレブの仲間入りをして、このセレブ用アイス、いつでも食べれるようになったな。ほんと嬉しいこっちゃ。回ってる？回ってんのか？止めて止めて。チャオ、プリンスコーです。ごめんね、またちょっと変なシーンが入ってしまいまして、カットするのを忘れてそのまま流してしまいました。ごめんなさい。今日のご質問はですね、ペンタクルの Q ですね。ご質問者様は、このペンタクルの Q が、出てしまいますと、いつも通り一辺倒の味方になってしまいます。このカード、男性からね、こう庇護を受けて、援助を受けて、こう自分のね、その立場をうまく利用して、こう悠々自適に贅沢三昧に、生活を送っている、そういうようなカードのね、味方ばっかりになってしまいます、というようなね、そういうちょっとお悩みなんですけれども、そう、確かにね、このカード、おっしゃる通りね、ものすごい広いですね、庭園にですね、この後ろにはペンタクル、こう財宝がたくさん並んでて、さらにその奥の深くには、ブドウ園が並んでて、もうものすごいね、こう恵まれているというようなね、状態ですね。で、この恵まれている状態は、この後ろのお城に住む、この権力者のこの援助によって、この生活が成り立っているというような絵柄なんですけれども、そう、本当でもおっしゃる通り、そういうふうにね、こう、それだけに見えちゃいますよね、やはり。どうしてもね、こういうもう、ものすごくもう、これでもかっていうぐらいね、ゴージャスな生活で、彼女はこう、ほほほほっていう感じでね、こう、エチに行ってるっていうようなね、シーンですので。ただですね、ちょっとね、彼女のね、手元を見てみてくださいね。この豪華な衣装に似つかわしくなく、ちょっとごつい手袋をしていると思いませんか。で、ごつい手袋をして、なおかつその上にはね、鳥が乗っている。そう、この手袋はね、作業用の手袋で、決して彼女ね、この地位にこう安穏として、こう贅沢三昧で、こうね、サボってるというかね、仕事を全くしてないわけじゃないんですよね。そう、この鳥を飼っているというようなね、そういうようなちゃんとしたね、この彼女のそういう、仕事があるわけでですね。そうじゃなければね、こんな手袋なんてしなくて、こう何か片手にワイングラスでもね、持ってそうなようなシーンなんですけれども、そう、こうなんというか、そのことでね、僕ちょっと過去のセッションをちょっと思い出したんですけれども、その時のセッションはですね、30代の主婦の方で、専業主婦、こう家庭を守っているというかね、こう生活をですね、こうちょっとね、こう専業主婦じゃ物足りない、こう何か仕事を持ちたい、でもちょっと今の生活スペースを乱すのはちょっと不安です、自分自身、こう外に、仕事を求めていいのでしょうかっていうようなね、そういうお悩みだったんですけれども、そう、彼女のね、顕在意識、そう、表面上にこうあらねばならないというところに、このペンタクルのクイーンが出てたんですよね。そう、こうあらねばならないという、ちょっとこう表面上だけの意識、こう上面の意識ですね。そこにペンタクルのクイーン、そして潜在意識、彼女の全く知らない、預かり知らない、心の中にこのペンタクルの Q がその時出てたんですよね。そう、このペンタクルのクイーンとペンタクルの Q というのは本当に相反するカードですよね。ペンタクルのクイーンというのは本当に、お家を守る、家庭を守る、こう良妻賢母的なね、こう賢い母親、こう良い、主婦、そういうようなね、ニュアンスのあるカードですけれども、彼女の気がつかないこう潜在意識、こう奥深い気持ちでは、このなんとペンタクルの Q が出てたんですよね。彼女のね、この気がつかない奥深い面ではですね、やはり自分自身のね、その能力、自分自身の力を発揮して、外でも活躍していきたいという、そういうようなね、意識があったんですよね。そう、でも傍から見るとね、そのペンタクルの Q、こう自分の地位にこうどっしりとね、腰を落ち着けて、こう人の守護、まあこの時は旦那さんの守護ですけども、その庇護の下で安定して生活してるんだからいいじゃないかっていうの意味でね、仕事しなくてもいいんじゃないのっていう見方もありますけれども、僕はその時ね、あえてちょっとこう彼女のね、こう実力をね、こう発揮する、自分の力をですね、こう外の世界にこう引き出していくっていう、そういうようなね、ちょっとこうその彼女の、心の奥深くをちょっと見たような気がしてましてね、あえてここはですね、こう安定を選ばずに、こう仕事をこうちょっとしてみた方がいいんじゃないかっていうようなね、そういうアドバイスをしたんですよね。そう、そして後日ですね、その彼女からやはり連絡をいただきまして、ものすごくね、最初はちょっと苦労した、やっぱり家庭がおろそかになったり、家事がおろそかになったりしたけれども、自分のペースをね、こううまく生み出す、こう毎日毎日こううまくこう試行錯誤していくことによって、さすがこのペンタクルのクイーンの素質を持っている方ですよね。うまくやりくりをして、仕事とこう家事を両立して、今充実した生活を送っているということでですね、とても良かったんですけれども、そう、こう何もね、このペンタクルの Q というのはですね、こう一箇所のじっとこう腰を落ち着けて、こう偉い人、力のある人に庇護を受けているだけのカードではないんですよね。
そうですよね。まあ、いわゆる人から援助を受けている、そういうような、女性のそういうお仕事をしている方々はですね、自分の実力、力、魅力、そういったものをフルに最大限に発揮しているわけですので、そう、必ずね、そういう仕事をしているというね、そういう意味でもですね、この手にね、こう手袋をして取り掛かっているという、こう、ペンタクルの9のようにですね、決して安穏とした地位でですね、こう、遊んでるだけというようなね、そういうような、この人物ではないですので、本当にね、自分自身の力をね、発揮して、自分の能力を世に試すような、そういうようなね、一面もありますので、見た目の通りちょっとね、こう優雅な感じで、ほほほほっていう感じで、こう、あまり仕事とは結びつかないカードかもしれないですけれども、実はですね、このカードものすごくね、この自分自身、この女性自身のね、力を最大限にアクティブにこう発揮して、こう、どん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 こう、自分の良さを内面から引き出していくっていう、そういう性質もありますので、このカードのね、そのアクティブな、その一面もちょっとあなたのね、そのカードのイメージに付け加えていただくと、リーディングがね、もっとこう幅広くこう行えるんじゃないでしょうかね。それではですね、また次のレッスンでお会いいたしましょう。チャオ。